がここにある番号と連動しています、うん、ですので皆さんがこれからクラブ活動で使うときはこの鍵を見てこの番号とこのセグウェイを合わせて利用するという形で、斜めの位置に上下4箇所のボタンがついています。これ絵だったんだ、削ってるのかと思ってた。あと、もう一つどうぞって言ってからですよ、やるのを必ずこう喋ってると触り出します。いいですか、覚えるまではどうぞって言ってから。で、4つボタンがあります、一番左下、左下がパソコンの起動ボタンのような電源のもの、うん、電源も、確かに電源も、はい、これがセグウェイのスイッチです、うん、でこれを押すとセグウェイに電源が入ります。離れていても電源が入ります。ですので普通はここへセットします。でも場合によってはぶら下げ出てくるんですし、ポケットの中に出てくるんです、うん、それでもう買ってくる。で、ゲームソフト今日はこれだけです、使うのは。で他にいろいろあります。例えば、その上にはカメのマークが入っています。でこれはカメモードって言います、要は速度制限を入れたり解除したりするためのものです。で反対側になんか V と防線みたいなで、これは表示モードを変える。例えば今だと、確か時間が出てるはずです。ちょっと 1,2 分ずれてたりするんですけど、そのセンターの上の方に時間が出てるのが分かります。13時40何分で、これをこれを押していくと、例えば速度計になったり、します。あと走行距離が出たりとかします。で、まあ右下は、これは鍵です。ロックをかける。要は離れるときに、これを持ってロックをすると、もうこれが絶対動かなくなります。で、まあそういう機能がありますが、今日は、左下のこのスイッチだけを。まだですか、はい、できるだけ1000点を使うスイッチ一つしかないですからね。じゃあiPhone 用のまずじゃあスイッチを入れてみます。スイッチを入れてみます。私が入れてみます。はい、押します。もう俺かみたいな感じで置きました。これがスイッチが入ってます。今入ってない。これランプ。ただこの時はまだ乗れません。ですのでセグウェイ立ちません。これがまずスイッチの入ってで、ランプがここに7つついています。あ、じゃあ一回押してみましょう。スイッチを入れてみてください。どうぞ。いっちゃいますか。立ち上げて一回いっちゃいますか。いいですか。いきました。はい、じゃあ立ち上げて5個ついて、はい、はい、ランプが7つあるの分かりますでしょうか。はい、上に十字に5つ、下に、2つで、実は下の2つのランプっていうのはこの時はつきません。何の時につくかっていうと、充電してる時に、つきます。ずっとその充電中は赤いのがピーって光ってますし、フル充電終わると緑になるっていったような形です。で乗るときは上の5つのランプを常に乗ります。今どこにランプがついてますか。どこに何色のランプがついてますか。はい、はいはいはい、じゃあ真ん中が緑になるようにしてみてください。はい、皆さんでいろいろ触ってみてください。向こうにある。はい、で手前に回すと手前に赤が移動します。手前にずっと引いてみてください。ずっと引いて、あ、それ前ですね。手前こっちです。もっと引いてはい、じゃあ、左右どっちかにハンドルを倒してみてください。あ、2つ、うん、これは引いて左が右へ倒せるので、で、これはですね、ランプが赤くついてる方にバランスが崩れてますよって言ってます。だから乗るときは必ず緑にして乗っていただくという
これがお約束です。で、赤い状態で乗ろうとすると必ずセグウェイがイヤイヤ。で、どういうイヤイヤかっていうと、もう本当に、あ、嫌がってんだな。だからだん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 、なんか人間みたいな感じになってきます。はい、じゃあ今度はボタンをそこに一回ちょっと下から滑らして滑らしてこの力入れる。はい、できました。できません。あ、できました。で、じゃあさっきのように、赤じゃなくて、バランスが崩れてるときに、バランスが崩れて、例えば赤いときですね、赤いときにスイッチを入れようとするとどうなるかというと、こういう感じです。これがイヤイヤの、イヤイヤって感じです。必ず緑にしてからしか。じゃあ、各グループでどなたから行くかというのを順番を決めていく。みんな決めてください。どうぞどうぞ。なんかダチョウ倶楽部みたいな。で、普通ですね、セグウェイ乗らないときは、このまま置いていただいて、こういう状態でスイッチいただいて結構です。スイッチを切っても、で、一応ですね、4人はインストラクターの資格持ってますので、お手伝いします。じゃあ、乗れる状態にしてみてください。まだ乗らないですよ。要はスイッチを入れてみてください。ポンと蹴ってみてください。これでもまだ乗らないですよ。足を下ろして、やっぱちょっと引いちゃってるんですよ。そしたら一時的にちょっと前にやっていただくバランスが取れるんで。
方降り方を練習するのは実は理由があってですね、乗るとき降りるときが一番バランスを崩しやすくなります。で、例えば今日ここで練習して、あ、よかったよかったって5分ぐらい乗って帰るんだったらいいんですけど、これからいろんなところ乗ろうというときに必ず乗ったり降りたりという回数が増えます。ですので乗ったり降りたりを今日はきちんと、まあ、覚えましょうということです。じゃあちょっと私が手はどちらでもいいです。手はどちらでもいいです。こう、どっちでも首を持っていただきます。はい、右手でも左手でもいいです。で、上の、この首根っこ、ちょうど T の真ん中のところですね。を持っていただく。反対の手で。こっちでもいいですよ、こっちでもいいですよ。どっちでもいいです。で、なんでこうやって乗らないかっていうと、最初ですね、皆さん、ビビりながら乗るので、力が入りまくるんですね、肩に。で、それが手を伝わってセグウェイに伝わる。で、セグウェイは普通に乗る人もビビって乗ってる人も区別をしないので、伝わってきた力に全て反応する。で、そうするとこれが揺れちゃうと、もうそっちまでどんどん移動していきます。で、一番揺れにくいようにするためには、こうやって真ん中のこのセンターのハンドルを持った方がいいということで、で、頭を掴んでる、まだですよ、見てください。頭を掴んでる方の足を乗せます。で、それで、またですよ。すっこ乗っていただく。で、慣れてくると、もうこのまま乗れます。もうこう、こういう感じで乗れます。で、慣れるまでは、こういう感じで。ですので、こう、真ん中を持っていただいて、上に乗っけた方の足から、スムーズに。で、降りるときは逆です。で、そのまま。で、降りるときにですね、もう早く逃げたいんで、後ろに飛ぶように降りていきます。で、そうするとどうなるかっていうと、ハンドルが思いっきり引かれます。で、そうすると、セグウェイがこっちへやってきます。で、そうすると、大体、向こう詰めをすごい勢いで行きます。これが一番多いです。で、クラブで爪当て買うかっていうのは、それは皆さんの上達次第。で、あとはじゃあ、ちょっと待って、それぞれインストラクターがつきまして、はい、じゃあ乗ってみましょう。はい、こっちの端から。じゃあもうそしたら手はギリギリで、これを足元見ると余計ガッツンで、この横あ、うまいすごい、まあ、体歪みないだけで、お前は。